毎日英単語 Day 50。 今日の単語はこちらです。この単語の発音と意味わかりますか？発音は astonish astonish です。日本語の方にあを入れなかったのはやっぱりあっていうひらがなの音はあなんですよね。でもこの場合はあです。 astonish、 これは日本語にはない音なのであえて入れずにあっていうくらいだったらすぐにスタに言ってしまった方が音としては近いよっていうことでこのようにしました。またまた悪い例を見てみましょう。 astonish astonish。 次に正しい例です。出だしのあのところは全然口は動いていません。大きく開いているのは astonish のとの方なんですね。 astonish。 違い分かりますか？ astonish 意味はひどく脅かすです。ひどくがポイントです。実は astonish の中に入っている ton の部分の語源はゲルマン語の thunder、 そう、雷という意味なんです。なので雷がピカーってなった時くらい驚くっていうことなんですが、まあ thunder、 トンが thunder っていうのはちょっと覚えにくいと思うのでこんな感じで、あのトンなので100トンの重しがボンみたいな感じで覚えてはいかがでしょうか。ちなみにこれ今本当に気づいたんですけど、トンだから豚にしたわけじゃないです。可愛いなと思って選んだんですけどたまたま豚だったんですが、それは、まあ、あんまり関係ないので気にしないでください。まあ、気にしないでくださいって言いながら、あの私本人がもうアスターネッシュの時はこの豚しか思い出せなさそうですけど、まあ、それを置いといて例文です。 I was astonished at the news。 私はニュースを見て大変驚かされた。 The news astonished me。ニュースはひどく私を驚かせた。 I was astonished by his behavior。 私は彼の行動に大変驚かされた。 His behavior astonished me。 彼の行動はひどく私を驚かせた。受動態、能動態、受動態、能動態になってますね。はい、その辺も注意しながら見てみてください。